宮号とは、皇族男子個人に与えられる、旧という形式の称号を。古代日本において、巫女の居所は、地名旧、人名旧と呼称されていた。やがて、家、宅、台が居所の名称となり、宮は、後進への損傷に変化した近現代においては、婚姻または青年を機に宮号を授与され、同時に宮家を創立するケースが多いものの、 宮号の授与と宮家の創立は必ずしも同時ではない。例として、茅野宮国の領は、婚姻1ヶ月後の1892年12月17日に、火曜宮の称号を賜ったが、火曜宮家として、昭和家の一つに列せられたのは、称号を受けてから8年後の1900年5月9日である。宮内庁の用いる英訳では、宮、宮をプリンス、 プリンセスレイ,レイと訳す。その子である、親王、内親王、王、女王は、レイ,レイ三宅の親王殿下であり、英語では、プリンス、プリンセスオブと称する、プリンス、プリンセスは、親王、内親王、王、女王の訳語。名前の後に、オブを入れ、旧の訳語にあたる、プリンスとは区別する。仮名の、ミヤとは別に、日本の皇族の幼少時に与えられる呼び名である。 称号も、また、旧の形式をとる。現在は天皇、または皇太子の子女に命名と同時に与えられている。昭和天皇は皇后順皇后に対し、彼女が国宮家出身の皇族であったことから、名の良子と宮を合わせ、長宮の愛称を用いた。ありがとうございます。